そんな見られることないよな。ちょっと待って、完璧だと思ったのに、もうマジかよ。痛い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 、こんにちは。もう痛いよ。なんでここで格闘してんのこいつら。なんで格闘してんだよ。うん、草晴らしすぎるだろ47。もうほほめっちゃ綺麗だったのにな。マジか。後半へ続く。さあ戻ってきましたということで、二人暗殺した後から戻ってきた感じかな。地下室の鍵これむずくない？取るのどうするんだろう。ちょっと追跡したいね。これむずくない？ここめっちゃむずくない？どうしよっか。昨夜億万長者の大統領候補のインタビューを見たんだ。この人に見られちゃったらダメなんだよね。おいこの野郎、俺を見下してるだろ。ここに投げる。めっちゃ怒ってるし。ん？これ頑張ってやりたいね。オッケー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 、引きずっているよ。オッケー。で、いいねいいね。中入りたいね。あれこれここで倒しても多分できないよね。中いる？中いるな。コイン投げよう。中に。ちょ、コイン拾いたいね。コイン拾う。コイン、はい。で、あっち側投げよう。はい。オッケー。で、気づくでしょ。え、気づかない？異変、異変。え？気づかないんだけど。嘘。入ったよね、今。こっち投げるか。はい。オッケー。気づいたね。オッケー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 。で、中でやろう。侵入者かもしれません。捜索します。オーバー。オッケー。侵入者ですよ。その侵入者なんだよな。うん。こんにちはということで。はい。いや、完璧じゃないこれは。オッケー。で、変装しますと。オッケー。とりあえず中入れよう。中入れて、オッケー。はい。で、待ってよ。入れ替えて、武器も入れ替え、完璧にしよう。武器も入れ替えて、待って待って待って。入れ替えるボタンが出ないんだけど、なんでなんで。これか。オッケー。で、ビデオフィードを見る。なんだこれ。あ。あれか。人質か。なんか撮ってるな。なんだあれ。なんか巻いてたぞ。薬物じゃん、完全。待ってよ。なんかある。あー、あるあるある。地下室の鍵。情報入手。いいね。地下室の鍵。エズラバーグが尋問を行っている地下室の鍵。なんだ、レンチが必要。バルブを緩める。なんかバルブ、もうめっちゃある。幻覚剤。ニトログリセリン。彼がエズラバーグ。おー、ごめんごめんごめん。元モサドの尋問員。ごめんってごめんって。そのスキルに必要とされているようね。変装変装。趣味ないよ。趣味ないよ。ごめんごめん。趣味ないよ。趣味趣味。ごめん、変装趣味。趣味程度に変装やってただけなんです。規律を守れよ。はい、守ります。先生みたいな人だった、今。待って、めっちゃいるな。待ってよ。この中の人に変装したいかも。あー、同じ服か。一回ポイントマンなりすもすか。いや、待ってよ。これさ、中入って、びっくりした。自分がやった下にびっくりした。一回中入って、来たね来たね来たね。で、中からやってもいいんじゃない？うん、どっか行くんかい。バレてんのか。おっと、来たね。来たね。来たね、これやれるんじゃね？見ろ見ろ見ろ、後ろ見ろ。オッケー、やっちゃおう。暗殺だ。これが真の暗殺だ。オッケー。首を折るんだよ。さようなら。いやー、綺麗だね。まあ、アプローチは失敗したけどね。まあ、でも倒したんで。仮面着てるな。さようなら。ガレージの鍵。地下室の鍵。お、めっちゃ拾える。めっちゃ拾えるんだけど。待ってよ、ここちょっと、不法侵入してる。情報入手。ガレージの鍵。エズラバーグがガレージに作った仮設の薬物製造施設に入ることができる。
まあでももうやっちゃったからね。もうやっちゃったから入らなくていいんじゃないの。さあ、あと一人か。え、割と、綺麗に決まっていってる気がする。結構難しいって聞いたんだけどな。書いてたからね、スチームのレビューに。さあ、あと一人だね。これポイントマンだから大丈夫かな。まあいいや。こいつか。この人ね。なんかアプローチないかな。これ。あそこ入れる？なんかあるな。それで、さあこれか。考えた試験だが、残酷だと思わないか？俺はめめしさあ最後のアプローチになるねこれ。気がするんだ。あいつは覚悟の上さ。さあ来た。ペネロペグレイブスは加入したばかりだから、ローズは彼女を試そうとしているようね。うん、通信技師に外部のエージェント役をやらせるみたい。その技師は彼女にインターポールのバッジを見せてからオスイチまで連れて行き、傭兵たちを裏切るよう彼女に頼む流れよ。おー、なるほど。あなたが代役を務めてみるのはどうかしら。できるのかなそれ。え、それできる？うん、できるかな。まあ47にできないことはないか。さあ、インターポールのバッジを盗むということで。なるほどね。今回内容濃いね。いいね。待ってよ、あの人が一人なのかな。一人だな。オッケーオッケー。一人になる瞬間、うわー。はいはいはい。情報入手。傭兵団、奴らは世界各国から集まった傭兵や兵士、諜報分野の専門家やサイバー犯罪者、ショーン・ローズのようなテロリストから構成されている。彼らを一つにまとめ上げるためにも、影のクライアントは何か共通の目的を見出しているに違いないわ。オッケー。ちょっと待ってくれ。こいつ、こっち投げよう、一回。はい。どうだ？ OK。うん。で、あの人があっち行って。はい、了解。はい。これで、行ってくれたらいいんだけど。侵入者の可能性あり、調査する。待ってよ。こちらクリア、何もない。こっち投げよう。そんなことをしてると撃たれるぞ。OK。これ、バレたくないな。あっち側投げよう。なんだ。待て待て待て。誰かいるか。ゆっくりゆっくりゆっくり。両手を上に上げて出てこい。ゆっくりこゆっくり。今だ。オッケー。やばい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 。待て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 。バッチみたいなない？待って、バッチみたいなない？え、バッチみたいな欲しいんだけど。待って、バッチない？あったあったあった。オッケー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 。情報入手。インターポールのバッチ。このバッチを持っていれば、インターポールの職員を名乗ることができる。本物かよくできた偽物かは不明。僕がよくできた偽物なんだよなぁ。さあ、中にいるね。入れるのこれ。待て待て。ダメ、ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん。ダメじゃん、ダメじゃん。全然ダメじゃん。全然ダメだよ。あ、オッケーオッケー。出てくるんだね。俺が許可を出せたら通してもよかったんだが、今は限界態勢を敷いてるんだ。すまない。どんまい。しゃあないしゃあない。それはしゃあないわ。うん。それしゃあない。さあどうも。はい。ペネロペグレイブス、話がしたい。どっち向いて言ってるの47。どういうこと？オスイチに着いたら説明しよう。俺の言う通りに動いた方がいい。さあ行くぜ。分かったわ。そこで。カモンカモン。いや、最後まで話聞こう、47。うん。そこで、で終わっちゃったよ。こっちか。とりあえず先に行っときますか。ここね。オッケーオッケー。すごいな、雲の差ってるけど。こんなとこで話すの？もうちょっとええとこあったくない？さあ、来たね。ペネロペ・グレイブスと話すということで。話します。密定として、インターポールへ戻ってくるのだ。え？あなたは、何者なの？どうやって私を知ったの？そんなことはどうでもいい。慎重に考えてくれ。君ならかっこいいな。情報を我々に提供してくれるはずだ。協力してくれるなら君が犯した罪を不問にする。それでノーと言ったらどうするつもり？私が大声で護衛を呼んだら？俺ならそんなことはしない。無事では済まないだろう。君には考える時間を少しだけ与える。はいはいはい。警備厳重だね。よくやったわ。これで彼女の意志も揺らぐでしょう。揺らぐね、これは。ねえ、いいかしら。
一人でじっくり考えたいことがあるから、うん、あなたたちが私を守ってくれるのは嬉しいんだけど、ただちょっとだけ一人きりにさせて。はいはいはい、なるほどね。もう死は確定だよ、一人きり。一人きりイコール死確定だよ、もう。抑え込むしかないの。どうして、どうしてインターポールがここに。なるほど、池の中に入れるんだな。ゲメレリオンの空港から出たパスポートはデルガドから提供されたけど問題なかった。大丈夫かな。JFK 空港で着替えてデンバー国際空港でまた一回押してみます。ホテルから出た後にパスポートを焼いた。はい、さようなら。オッケー、情報入手。さあ始末したね。今の顔はどんな顔。おお、何一つ変えないな。ポーカーフェイスだな。司令室、農場の竜巻用シェルターは最先端の生体認証ロックで管理されていて、そこが彼らの司令室だと思われる。ターゲットを排除した後、このシェルターを調べれば彼らの目的を暴くことができるかもしれない。見取り図によるとシェルターの入り口は地下にあるみたいよ。はいはいはい、なるほどね。さあ未発見キルで綺麗にできましたね。なるほど、池の中に落とすんだね。よし、綺麗になった。何者だ。いや、やばい。待て、こんなとこで見られたくないよ。ちょっと待ってよ。止まれと言っている。待て、まずい、なんか来てるし。なんか来てるし、ちょっと待て。なんか来てんだけど。犯人の特徴がわかるなら教えてくれないか。見てない。待て。なあ、例えばさ。うわー、ちょっと出たいね。最後むずいな。これ確定で怪しまれるのかな、最後って。卵休憩に戻るよ。え、なんか裸の人いない。え、裸いいんだけど。あいつが犯人だろう。あいつが一番の犯人じゃない。絶対俺じゃなくてあいつが犯人だろう。こっちが入れそうじゃない。入れる。あ、入れる。よしよし、いいぞ。うお、すっげえ中に初めて入る。待て、危ない。誰？あいつだよ、エズラバーグが尋問。ドア、うわ、ちょっと待って、マジ。地下室、鍵を開ける。縛り上げた男だ。敵の連絡役の一人さ。待て、これ下だよな。下で合ってるよな。あそこか。待て、人いる。一人か。一人ならやっちゃってもいいんじゃない。来る地下室、これ来ないよね。オンにするボイラー。何？はい、これで待ってよ、やっちゃおう。オッケー、来ないよな、上から来ないよな。オッケー。47シェルターは生体認証式ロックで守られている。ショーン・ローズの死体？ショーン・ローズの死体か、彼だと思わせられる何かが必要。何かが必要。ローズの顔のスキャンがない。嘘。な、これ変装バレてるからきついよね。どうすんだろう。待って、近いな。なんだ？サーバーオフにする。オフにしてみる。はい、オフにもできるんだな、ヒットマンって。何でもできるんだね。うんふんふん、誰が来るんだろう。異変に気がついて誰が来るの。待って、誰も来ないじゃん、異変に気がついても。やっちゃうか。オッケー、やっちゃう。変装したいね。いや、同じ服か。待って、やばい。うわっ、おい、誰か何とかしてくれ。やばそうな奴がいるんだ。今のうちに。待って。うお、あ、待って。うおって言われてるよ。ちょっと待って。おい、何が起きてる。やばい、情報入手。めっちゃ、危ないな、3D プリンター。奴は最先端の 3D プリンターを導入しているみたい。これで精巧な顔のマスクを作成し、潜入ミッションなどに使用するのでしょう。ここによる傭兵の話によれば、ハッカーの人がショーン・ローズの生体データをラップトップ内に保管しているらしいわ。大丈夫か？なるほど。そこの人、もう一度聞く。誰だ？はい。47です。
あ、言っちゃったらダメこれ。待て待て待て、これバレるバレる、本当にバレる、本当にバレる、やばいですこれ。ちょっと待ってよ、なんか赤いな、赤いとこあるな、なんだこれ。 3D プリンターを起動する。あ、これで作れるのか。ちょっと待て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 よ、情報入手。脅迫症、ショーン・ローズは脅迫症を患っていて、置いてあるものの位置や清潔さを過剰に気にしてるみたい。彼の部下によると、机の位置を変えたり部屋の水道を止めたり振り子時計が狂ったりするだけでその症状が現れるそうよ。そうなんだ。待って待って、なんだ携帯電話。はいなんかめっちゃ拾ってるけど、パクってるだけこれ47 現場のハッカーが使用する携帯電話、ショーン・ローズが作ったスマートウォッチ爆弾を起爆させるウイルスが組み込まれている。なんか前回もあったけど、スマートウォッチ爆弾は多分使わずに多分やっちゃったよね自分僕多分スマートウォッチ爆弾使わずに暗殺しちゃったから、まあ、多分必要ないと思うんだけどね。どうなんだろう。はいはいはい、ローズのデスクが和風で、ローズのフェイスマスク、きた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 、ローズのフェイスマスク、ショーン・ローズの顔をかたどったゴム製 3D マスク、シェルターの入り口にある生体認証スキャナーを欺けるかもしれない。ほうほうほう、これシェルター潜入していいのかな。いっちゃういっちゃういっちゃう、いいねいいねいいね、やること多いなー今回、今回やること多かったね。スキャンするということで、スキャンしますはいはいはい、この部屋は何かしら。誰もいない。ローズは影のクライアントじゃなかった。これで分かった、ね、じゃなかったんだ。この傭兵どもを逃がした黒幕がいるのよ。調べて47。はいはいはい、敵は近い。調べます、調べますね。よく調べたものだ。日付を見て、早本ベルディングフォードダルバー。早本、影のクライアントは10年以上あなたを追ってた。可能なのか。不可能よ。事件はどれも迷宮入りか自己扱い、うん、やつはパターンを探してた。パターンを探してた。手口をね。おそらく俺を知ってる。なら対象は絞れそうね。はい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 、なるほど、ここも調べれるね。相関図みたいだ。各界の大物ばかり知っている顔も。トーマス・クロス、うんうんうん、クラウス・ストランドバーグ、エーテル、失踪した頭取の友人、うん、イタリアの人だね今の人ね。なるほどね。プロビデンスという名の。まさかそんなありえない。見えざるってか、ただの作り話かと。あれは単なる仮説よ。濃いな。一部の権力者たちが結託して大企業や政界を牛耳り、密かに世界を意のままに動かしている。はい、実在するのかも。なるほど。続けて47、すべてを暴くわよ。すっげえな、ちょっと待ってよ。暴かれてるね、すべて。なんかあるか。ん？調べれる。こうか。これは。そうだす。でもそれって。プロビデンスが ICA に潜入を？ソーダースが奴らのスパイだっていうの？あの男。けど合点がいく。今回の任務も奴のご利用して決まったの。とんでもないことになってきたわ。相当闇が深そうね。目的は果たして。影のクライアントは。後回しでいい。ICA の堅固な壁が崩れたのよ、うん。まさか本当にプロビデンスが実在するなんて。なるほど。上層部と話すわ。けど忘れないで47。我々も黙ってはいない。そうだな。さあ脱出しようか。ありがとうございました。アメリカコロラド編ということで、綺麗な脱出で終わりました。さあミッション多かったね今回。めちゃくちゃ多かったね。さあストーリー。これは47なのかな。ローズが死んだ。違うな。私のせいね。バレたんだわ。信じられない。完璧だったはずなのに。ローズは腹を決めてた。みんなそうだ。お前がよくやったオリビア。よく聞け。
ICA はお前を知ってる。お前が必要だから泳がせていたが、今はもう違う。47、見られてるよ。嵐が去るのを待て。いやよ、あの男に殺されちゃう。今すぐケリをつけて。子供の頃俺は逃げた。友達と二人で。あの、今は指揮施設から。アメリカのコロラドじゃん。逃げ延びた先の農村で親切な女性が俺たちのことをかくまってくれた。翌朝俺たちは銃声で起きた。大勢が雪の中撃ち殺された。所長は目撃者の存在を許さない。俺たちの目前で女性とその家族は殺された。所長は言った。これは運命だ。運命であり呪いなんだ。殺すことでしか他の人に関われない。彼を知ってるのね。え、見てたの今のか。今の見てたの。誰よりもな。腕ない。腕なかったよね今。左腕。さあ、ということでミッション完了しました。ということで今回のヒットマンアメリカコロラド編は以上になります。いやー、内容が濃かったね今回。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、ということでこの動画が面白ければ高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ぼっくんでした。おつ、バイバーイ。